タベマオリジナル結婚モキュメンタリー番組、私たち結婚しました4に出演するモデルの木島明日香が1月5日、オフィシャルブログを更新し、同番組で共演する俳優の久保田悠来との結婚生活についての心境を明かした。同番組は、韓国で2008年から約9年間レギュラー放送された番組、私たち結婚しましたを日本版にリメイクしたアベマオリジナル結婚モキュメンタリー番組で、今シーズンは、久保田と木島ペア、瀬戸俊樹と今野彩香のペアの2組が結婚生活を送っている。バル、5日、最終回まであと1日、と題してブログを更新した木島は、早いもので明日は最終回です、と同番組について触れながら、本当に悠来くんとの時間は楽しくてあっという間だったな、今までたくさんの楽しい思い出ができて、私は幸せです、と今の心境を明かした。バル、続けて、もうすぐ夫婦生活も終わっちゃうから、と綴り、今までのお気に入りの写真をたくさん載せちゃいます。と猫のアデーレちゃんとのサンショットや、ゲーム機を両手で持ちながら上目遣いでカメラを見つめる久保田、久保田に腕枕をされながら満面笑みになる木島、浴衣姿でお酒を持つ久保田など、これまでブログには投稿してきていない久保田との楽しい思い出が詰まった二人の姿を多数、公開した。最後に木島は、本当にいつもありがとう。最後まで仲良しでいようね、と久保田へのメッセージを送り、ブログを締めくくった。